岡弘です。2002年2003年のパリダカラリーのチャンピオンです。今は三菱自動車で海外でのセールスプロモーション、それと新型車新コンポーネンツの開発の仕事をしています。また社内にたくさんおりますテストドライバーの教育も行っています。私はですね、21年間、パリダカールラリーにずっと参戦してまいりました。僕の、青春人生はですね、これラリーという、場にですね、注いで、そして熱い情熱を持ってですね、ずっと車を運転してきたわけです。で、ここにありますこのスピリット・オブ・コンペティション、これはやはりチーム員一人一人がやっぱりその優勝という大きな目標に向かって力を合わせて、この頑張るんだというね、そのスローガンでもあるわけですけれども、今の、この三菱自動車の、この車作りにもですね、この、チームスピリットというのがすごくこう生きていると思うんですね。ラリアートスピリットオブコンペティション。